ボビーくん、お墓参り行くよ。え、おかか食べに行くの？お墓参り。お墓参りって何？人は亡くなるとお墓っていう石でできたお家の中に入ってずっと眠り続けてるんだよ。ボビーくんのおじいちゃんおばあちゃん、そのまたおじいちゃんおばあちゃんもみんな眠り続けて、いつもボビーくんのことを見守ってくれているんだよ。え、僕にはそんなにおじいちゃんおばあちゃんがいるの？そうだよ。命っていうのはいきなりポンってできるものじゃないからね。何千年何万年とたくさんの命がつながって僕たちがいるんだ。おお、なんか僕ってすごいね。そう、ボビーくんすごい。そして今生きてるみんなすごい。そんな僕たちに命をつなげてくれたたくさんのおじいちゃんおばあちゃんにありがとうって言いに行くんだ。それがお墓参り。なるほど、おかか食べに行こう。お墓参りだってば。ここがお墓だよ。たくさんあるね。いろんな人のお墓があるからね。それなら寂しくないね。それでお墓参りって何をするの？まずは掃除、枯れ葉やほこりをきれいにしよう。わかりました。クモビヨヨン。ひゃー、クモだ。あ、枯れ葉には虫もいるから気をつけてね。言うのが遅い。できました。次は光、香り、花、水、食べ物、この5つのお供え物をするよ。食べ物？なんだかお腹が空いてきたな。今は我慢して。まずはろうそくに火をつけるよ。なるほど、これが光ですな。そう、そしてろうそくの炎で線香に火をつけるよ。あ、これが香りですね。線香のいい匂い。そう、そしてお花をあげて水をあげる。お花をあげてお水と、最後に食べ物。おじいちゃんおばあちゃんが大好きだったおまんじゅうを持ってきたよ。いいな、おまんじゅう食べたい。ボビーくん、手を合わせて。こうですか？そうそう。そして目をつむっておじいちゃんおばあちゃんにいつもありがとうって伝えるんだ。いつもありがとうございます。ありがとうございます。よくできたね。これできっといいことあるよ。え、本当？はい、おまんじゅうあげる。うわー、やった、早速いいことあった。でもこれおじいちゃんおばあちゃんにあげたんじゃないの？お供え物は放っておくとカラスが食べ散らかして汚しちゃうからね。持って帰ってみんなで食べるんだよ。お墓参り最高。また来ようね。あ、おまんじゅう忘れてきちゃった。取りに行きます。あ、ボビーくん、僕持ってるよって言っちゃった。うわー、暗くなるとお墓って怖いな。くもびよーん。ひゃー、お化け。ボビーくん、雲だよ、雲。